皆さんこんにちは。新宿津軽三味線琴教室指導山高山でございます。本日は東亜ミュージック製別光蝶鉢パンテーラと別光鉢の弾き比べをしてみたいと思います。津軽三味線は別光鉢を使いますが、ワシントン条約で輸出入が禁止されているので新品だと45,000円はします。まあ、今後も値段が上がるばかりですので、よりサステイナブルな代わりになる素材の開発が行われております。今回ご紹介するのは東亜ミュージック製パンテーラでございます。名前のパンテーラはイタリア語でヒョウでございますね。英語だとパンサーですね。別光蝶の模様がですね、ヒョウに似ていることからこの名前になったそうでございます。パンテーラの素材はカゼイン、タンパク質ですね、という素材でございます。それでは弾き比べをしてみたいと思います。こちらは柔らかめのパンテーラでございます。そして中くらいのパンテーラ、硬さですね。そしてこちらですね、固めのパンテーラですね。そして別光のバチですね。
かがでしたでしょうか。まあ、バチ自体の重さもありますけども、べっ甲より音が大きかったですね。まあ、しなり具合もですね、このように大きいですね。まあ、個人的な感想としてはですね、まあ、硬いバチの方はまあ確かに音量は出るんですが、まあ、津軽三味線のメイン層である中高年の人にはですね、少し硬すぎると思うんですよね。まあ、その昔、大山流の創始者、宗家がですね、硬いバチを使って手を痛めてしまって、それ以降弾けなくなってしまったという話を聞いてですね、まあ、いくらいい音を出してもですね、弾けなくなってしまってはしょうがないと思うんですよね。ということでですね、まあ、しなりっていうのは、まあ、音色にも影響しますが、手に優しいというか、長く弾けるんですよね。やっぱ楽しい三味線は長く弾きたいということでね、私としては柔らかいバチが好きです。このパンテーラ、柔らかいのがですね、私としてはおすすめですね。そしてですね、私は海外にもよく行くんですけども、まあ、海外の生徒さんもいるんですが、ね、この別鉱鉢はですね、輸出入が禁止されてますので、三味線の材料ですね、よく言われるんですけども、犬皮が気になるんじゃないかと言われるんですが、実はですね、別鉱の方がね、持続可能な材料かどうかということで、サステイナブルな材料ではないということで、別鉱のことはですね、別鉱の方が気にされる方が多いんですね。というわけでですね、この、別鉱調というのはですね、フォー別鉱というですね、特別な単語もありましてですね、これからこちらが主流になっていくと思われます。まあ、別鉱調にもですね、別鉱柄でない透明なものもあったりするんですが、これが素晴らしいのはですね、見た目もちゃんと別鉱柄になっているということでございます。まあ、学校公演などでね、昔は別鉱を使っていましたが、今は別鉱調を使っていますと説明することができると思います。あとはですね、中古のバチですね、ヤフオクとかですね、私もですね、いろいろ見てですね、いろいろ買いましたけども、結局安い中古のバチをですね、まあ1万5000円とか2万円と買ったりしてですね、まあ修理の必要が出てきて、修理代が1万円とか2万円とか、やっぱかかってしまうんですね。で、結局ね、新品の別鉱バチを買った方がいいとかいう話になったりですね、あとはですね、昔のバチはね、結構重いバチが多いということですね。正直、ヤフオクに貼り付いてないとなかなかいいものが出てこないです。そしてこのパンテーラは値段も別鉱より安いということでね、別鉱調バチパンテーラ2万5000円、津軽三味線 .co.jp オンラインショップでも販売しております。ぜひチェックしてみてください。それでは皆様、楽しい三味線を。See you later! はい、それではですね、生徒さんの津軽三味線歴3年、中村美希子さんにですね、別鉱調と別鉱鉢の違いを聞いてみたいと思います。はい、まずは別鉱調、柔らかめ。はい、で、別鉱、柔らかめ。別鉱調固め。別鉱の固めでございます。どうでしたか？全くなんか違いましたというわけで、別鉱と、ね、別鉱調、遜色ない音色ということで、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、津軽三味線歴1年3ヶ月の春人さんに別鉱とパンテーラの弾き比べをしてもらいたいと思います。それではよろしくお願いします。別鉱鉢から弾きます。パンテーラの方を弾きます。はい、いかがでしたでしょうか。音色とか弾き心地とか特に遜色ないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。津軽三味線こと沖縄三線武道
日本文化の魅力をお伝え、普及発展につなげていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。概要欄のチェック、コメントの方もよろしくお願いします。